どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、現在話題沸騰中のこのゲーム、天水のサクナ姫をやってみようと思います。本格的すぎる稲作体験ができるらしいよな。パッケージ版は売り切れが続出し、令和の米騒動、なんて言われてるよね。まだ導入部分だけど、めっちゃ映像が綺麗だし、和風の雰囲気がとてもいい感じだな。さて、ここは展開。主人公のサクナ姫は、両親の築いた財を受け継ぎ、何不自由なく、優雅な暮らしを満喫していました。家にある米を貢ぐだけで、毎年のお役目がいただけるっちゃから。まっこと高貴な地とは、楽なもんよ。と、盛大にフラグを立ててしまったサクナ姫。蔵に迷い込んだ人間たちを追い払おうと、勢い余って大火事を起こし、主神、カムシツキへの大事な捧げ物である米や酒を、すべて消失させてしまうのでした。こりゃあまた派手なフラグ回収だな。当然、カムシツキにめちゃくちゃ叱られたサクナ姫。ギャン泣きしながら、人間たちに罪をなすりつけようとします。しかし、許してもらえるはずもなく、鬼島という遠く離れた島で、鬼が出る原因を解き明かすまで、都を追放されてしまいます。結構な罰だな。こうしてサクナ姫は、迷い込んだ人間、タウエモンらと共に、鬼島でのサバイバル生活を送る羽目になったのでした。というのがざっくりとしたあらすじだよ。で、早速田植えが始まるのかと思ったらそうでもなくて、まずはゴリゴリのバトルからですね。いや、思ったよりしっかりしてるのな。ほんとそれ、稲作ねえんだからバトルはおまけ程度かと思ってたら、これかなり本格的な横スクロールアクションよ。コンボとかもいっぱいありそうだし、いろんなスキルとかも覚えられそうだよな。うん、ここはチュートリアル的なステージだけど、すでにめっちゃ楽しい。じ、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。なんか最初のボスみたいなやつが出てきたよ。めっちゃ複雑な動きしてくるじゃん。でもこの敵は、悪者じゃなさそうね。後で味方になりそうなパターンだな。で、なんだ今の。羽衣で掴んで、後ろに回り込んだのよ。え、そんなことができるのか。うん、羽衣を使えばかなりダイナミックな攻撃もできるわね。稲作要素なくても十分製品にできるくらいのクオリティじゃねえか。ね、でものんびり稲作をするだけのゲームだと思ってた人は、ちょっと注意が必要かもね。多少のアクションはできるようにしとかないと、進めるのが難しくなってくると思うから。まあ戦闘難易度と稲作難易度は、後からでも変えられるらしいから、難しいと思ったら難易度下げればいいかもな。とりあえず私は、どちらも難易度標準でやってみているよ。あれ、まだ倒しきってないけど。なんじゃ、地震か。これはでかい。バトルは中断だな。このわしというわけじゃ。やはり足雲は、敵ではなく、お供をしてくれている、玉と古くからの知り合いでした。サクナ姫の父、竹リビは、かつて足雲と共に戦い、この島に救っていた悪神、大水木を倒した経緯があるみたいです。それに恩を感じていた足雲が、この家を守ってくれていたんだな。で、私が稲作をやることになると、え、田植えもんにやらせればよくない？いやこの人、知識だけはあるけど、ドジすぎて何にもできないのよ。ということでいよいよ、話題の稲作スタートですね。噂には聞いていたけど、なんかめちゃくちゃリアルだな。左上に説明が出てるわね。へぇ、問いっていうのがあるんだ、全然知らなかったよ。マジで稲作に詳しくなれそうだな。さて、まずは田植えからですね。どうやって植えるのがいいんだろう。全然わかんない。とりあえず真ん中あたりに一つ植えてみるか。よし、この調子でどんどん植えていこう。てかめっちゃ動きづらいんですけど、これ50本植えるの相当大変だな。霊夢はコントローラー握ってるだけだけど、実際はこうやってかがまないといけないわけだから、本当に大変な作業だな。いやー、普段当たり前のように食べているお米のありがたさが、身に染みてわかるゲームね。いや、マジで疲れた、ゲームなのに。これ実際の作業はもっともっと大変なんだろうな。これでもまだ、一番最初の田植えが終わったばかりですからね。ここから手塩にかけて育てていかないとな。いやマジで、このゲームやったらお米一粒も残せなくなるわ。あの、何やってんの？私すごい攻略法見つけちゃったかも。ほら、なんか下にトゲみたいなやつがあってさ。ここに突っ立ってるだけで、鬼たちが近づいてきて、勝手に自滅してくのよ。あ、ほんとだ。いやー、IQ 低いなー君たち。
ぶっちゃけ私も体力やばいから、そろそろ帰った方がいいんだけど、この感じならノーリスクで倒せそうだわ。え、楽勝じゃん。自分から棘に刺さりに行くなんて、飛んで火にいる夏の虫とはこの。いや特大ブーメラン刺さってますけど。やば、普通に難かったこのステージ。あ、でもリスポーンできるみたいだね。完全にゲームオーバーになったかと思ったな。さて、稲も少しずつ育ってきてますけど、すぐ雑草が生えちゃうので、こうやってこまめに抜いていかないといけませんね。収穫まではいろんな苦労があるんだな。他のゲームでは味わえない、サクナ姫ならではの魅力ね。っていうかこれ、雨降って水浸しになっちゃってるけど、大丈夫なのかな？田植えもんもよくわかんないこと言ってるし。マジで稲作の知識ゼロだから、結構大変かもな。ってやばい、なんか翌日見てみたら、めっちゃ緑になってるんですけど。もか何かが繁殖してんのかな。このままじゃちょっとヤバそうだよな。せっかく育てた稲が、台無しになってしまうわ。タウエモン、今度こそ何か教えてくれないかしら。なるほど、一旦水を抜けばいいのか。確か、トイには2種類、乳水用と出水用があるんだよね。こっちは乳水用だったから、もう一つのトイの方に行かないとな。なるほど、滝から来る水の流れに沿ってるわけね。よし、これを全開にして、もう全部退治しよう。おお、いい感じになった。これでもうもは繁殖できないんじゃないかな。これが中干しってやつなのか。いやーそれにしてもマジでグラフィックが綺麗なのよね。こんな風に天気がいい日は湿った土さえキラキラ光って美しく見えるぜ。でもこうやって見るとだいぶ適当に植えちゃったなー。もうちょっと間隔空ければよかったかな。真剣に稲のこと考えてるな。いやーこれが不思議なもんで、マジで育ててる稲に愛着が湧いてくるのよ。毎日一生懸命手入れしてるわけだもんな。なんか流行る理由がわかった気がするわ。稲作メインっていうのがまず斬新だし、バトルシステムやグラフィックのクオリティも高いからな。今後も続けていくと思うけど、実況するかどうかはまだ未定だわ。続きを見たいって人は、チャンネル登録や高評価で応援してくれると嬉しいんだぜ。ということで、初めてのサクナ姫実況でした。私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。